祭りラジオ第3回となりました。前回からですね、前々回か、うん、祭りとコロナというテーマで宮田さんの話を聞いて、りょうちゃんの話を聞いて、今日、ちょっと私の話もさせていただこうかななんて思ってます。やったー。いいですか、うん、ちょっと質問して何してましたか、コロナの時は。この祭りができないコロナの時は、はい、ありがとうございます。私はですね、祭りができなく、まあ、できなく、祭りができなくなったって言っちゃったらダメだね。っていうよりか、だからそのね、そのいわゆる紙に着替え行事ができなくなってしまったということですね。そう、でその後に宮田さんに出会ったわけですよ、うん、はい、そのコロナにかになったあたりぐらいでね。おで、その時に、まあ、私は祭り好きだと話をしてたら、僕も好きだよと、祭りが、うん、で、まあ、話をしてた時に、うん、祭りがなくなってる地域があるっていう話を初めて聞いたのね。ほいほい。で、私は自分の地元が、まあ、新居浜で大きい祭りがあるんだけど、うん、ありますね、祭りなくなるなんて思ったことなかったからさ、すごい衝撃を受けて、なんかそんな誰かにとってさ大事なものがなくなってることに私もなんかしたいってすごく思ったんです。はい、うん。でね、まあ、祭りエンジンっていうものをこう構想を教えてくれて一緒にやり始めたわけなんだけど、うん、それをね、なんか祭りエンジンっていうプロジェクトを始めてこうすごいびっくりしたのが、私も何かしたいですっていう風に連絡くれる女の子がすごい多かったの、うん、例えばね、埼玉に住んでてうちも地元獅子舞やってるんですと、うん、だけど祭りがなくなってないね、祭りの賑わいができなくなってから、まあ、大丈夫、伝わるから、ドキドキしちゃう、大丈夫大丈夫、うん、ね、祭りなくなる、できない、いい、大丈夫なんかごめんね、まあ、それでさ、私もなんかしたいんだけど何していいか分かんない、うん、けどなんかこう伊藤さんとか宮田さんがやろうとしてることに関わりたいみたいな連絡をくれたんですよ。嬉しいですね、で嬉しいなと思ってたらまた別の場所でさ、連絡くれたりとか、ちょっとずつ女の子が集まってきて、私たちも、まあ、ちょっと宮田さんの感覚に似てるのか、祭り大好きなのに今できることがないみたいなのがもどかしくって、はい、何ができるかなっていうのでズーム会議をしたので、話し合った結果やり始めたのが祭り結び新聞ですよ。なるほどなるほど。読んだことある？あります。あのご奉仕していた私の神社にお送りいただいてました。ありがとうございます。ありがとうございます、うん、手書きのね。そうそう。なんで手書きなんですか？手書きはね、こだわってる。ほう。なんか私たち始めた理由が、すごいこう祭りを好きな気持ちを発信し続けようみたいな、そのお祭りのさ、こう勢いが減ってきちゃってるけど好きの気持ちは減らないからさ、なんかそれは伝え続けたいよねっていうのを話してたのね、最初に、で、どうやったら思いが伝わるのか、読んでくれる人にね、で、そう考えた時に、まあ、字は上手じゃないかもしれないけど、思いを込めて手書きでやってみないみたいな話になって、確かに手書きの新聞ってあんまないよねっていうので、ちょっとチャレンジし始めたっていうのが手書きの理由。それはだからコロナになって、まあ、3年、今どのぐらい発刊してるんですか？今ね、次で12かな。おー、で、どのぐらい、どういうとこに配ってるんです？神社？おで、まあ、紹介してこういうことやってるんですって言ったら、うちにも置いていいよって言ってくれるところにはお送りしてるし、例えば宮田さんのこれまでの仲間たち、祭りの仲間たちに個人のお家にお送りしたりとか、あとはね、祭りエンジン問い合わせをくれたりする方もいらっしゃって、でその方にご案内して、祭りエンジン会員みたいな感じにね、してるんだけど、会員登録してくれた方に送ったりとか、最近やってる。その記事を持ち寄ってるんでしょ？そう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 。それぞれで。うん。まあみんなでテーマを決めるんだけど、まあ例えば秋祭りとかっていうテーマにするとしたら、まあ秋にお祭りがあるメンバーも結構いるから、今全部で30人ぐらいかな。で、そういう秋祭りのこう思い出とか、自分の祭りについて紹介したいっていう子たちに、それぞれ、例えば徳島県の大学生とか、に手書き書いてもらって写真送ってもらって、それをつなぎ合わせて作ってるっていう感じ。反応どうですか？反応は、反応ありがたいことにね、喜んでね、楽しみに待ってくれてる方もいるし、なんか印象的だったのがさ、宮田さんのお友達でなんだっけ、筑波の姉妹やってる方だっけ、なんか若者は
全然もう祭りに興味なんてなくなっちゃったんだよみたいに言ってる人いなかったっけ、うん、なんかそんな方にもその、まあ、私たちの新聞を届けたらなんかこんな風に若い子たち祭り好きなんだみたいに感じてくれてるっていう話を聞いて、うん、やってよかったなと思って。なるほど、うん、若者は祭りに興味がないんですかね。そう思ってる人多くない？多いと思う。なんでなんだろうね。それは本当にそうなの？実際どうなのそれは？どうなんだろう。少なくとも私の周りにいる、うん、こう女の子たちは祭り大好きだよ。うん、でしょ？そうなんだよね。そうね。ああでもそっか。自分も祭り好きですが、やっぱりね同年代。うん。結構私地元本当の同期がいるんだけど、やっぱり残ってるの同期で10人以上いたけど残ってるの2人ぐらいか。あえ減っちゃった。うん、だから小学生もう中学生になるぐらいからいなくなるんだよね。ああ、離れるよね。離れるよね、はい、うんうん、他にあるからいろんなもんが、うんうんうん、サッカーだったり、ね、サッカーだとかさ、まあそういうことね、はいはい、お勉強するんだったらじゃ塾行かなきゃいけないとか、なんかそういうことあるんじゃないですか。あるね。だからこう離れていくんだけど、でも離れていくからといって、じゃあ祭りが嫌いなのかって言ったら別にそうじゃなくて、なんか用事があるからってことでしょ、うん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 、だからその潜在的にはお祭り好きだよっていう人は自分ね、そんなになんか少なくないと私は思ってますよ。うん、うん、みんなちっちゃい頃にねリンゴ飴食べて楽しかったとか、そういうことで言えば思い出ある人は結構いるもんね。うん、だし、お祭りとはちょっと違うけど、神社で御朱印もらうんじゃない？だからものすごい人が来るわけよ。そりゃ神社に寄っても、うん、私がご奉仕した神社だってもう結構来てましたよ。まあなんかなんだかんだ言うじゃないですか今のね、その学校の教育がね、その日本について学ぶ機会がないだとか、いや実際ないしね、だしまあいろいろ言うでしょ、うん、でもまあ潜在的に日本みたい、日本とかね、まあそういうのが好きなんだなってみんな、うん、うん、だからやっぱり捨てたもんじゃねえなと思いながらね、神主やってましたよ、見てましたよ。だからそういう人たちにね、こういうまあ、ラジオもそうだし、うん、我々の活動が届けばさ、うん、要はこっちから電波を発しとけばさ、うん、向こうにちょっと出てる電波とこうピュッと合うわけですよ、うんうんうん、まあ、つまりテレビと同じですよね。テレビもそうでしょ、両方と電波が、うん、アンテナがね、うん、っていう風にしてやっていけば、おそらくお祭りの輪っていうのは広がっていくと思いますよ、うんうん、そうだね。その中の一つの新聞だと思いますし、うんうんうん、うんうん、確かにそうやってね、新聞きっかけで輪が広がってくれたらね、うん、私も嬉しいなと思う、うんうん、でも確かにこう機会が減ってるっていうのはあるよね、うん、祭りっていうものや神社っていうものに触れる機会が、うんうんうん、だから例えば僕も祭り好きだけど、うん、じゃあ学校行ってた時に同級生みこし担いでたやつなんか、まあ一人もいないわけですよ、そんなの、うんうん、まあ僕私立だったんでね、うん、同じエリアじゃなかったっていうのもあるけど、はいはい、でもじゃあ地元でみこしやってるよみたいなやつなんかほとんどいないと、うん、お父さんがやってるとか、うん、うちはまあじいさんが好きだったから、うん、そういう環境があってやってる、で、まあ、ずっとお祭りを好きでいられるという意味では、そういう友達いっぱいいるからみんな祭り好きだと思ってるけど、お祭り好きな人はやっぱり一部なんですよ。お、まあマイノリティだよね。確かに、まあ、好きな人っていうか、その関わったりとか、うんうんうん、お祭りについてアクションしてる人たちはね、うんうん、でもまあその中でもお祭りがすごい大好きだけど、うん、大好きって言いづらいみたいな。お、まあ、俺も結構子供の時、まあ、別にそのストレスだったわけじゃないけど、うん、お祭り好きな人なんかいないだろうと、うん、いないことを前提に生きてたから、うん、お祭りが大好きなんですみたいなことは一切言わないわけですよ、うん、その周りにね、はいはいはい、でもうお祭りに来ればすごい楽しいし、
みんな喜んでくれると、一生懸命やれば、うん、家族とか、うん、じいさんとか、うん、だからこういうのやっぱシェアしたいと思うけど、別に友達に行ったって楽しいとかって思わないんだろうなみたいな、うん、そういうそのちょっとした孤独感みたいなあるわけです。ありますね、ありますありますよ、うんうん、でもその時にお祭り好きな人たちこんなにたくさん日本人いるんだなってことを知ってたら、うん、もっとワクワクするし、うん、俺も好きなんだみたいな、うんうんうん、大声で言えるよね。そうそうそう、確かに、うん、だそんなきっかけになればいいよね。いいね、うん、確かに確かに。新聞の打ち合わせとかズームでやるんだけど、なんか初めて入ったメンバーの子とかすごいびっくりしてるもん。あ、こんなに、あ、そう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 、え、お祭りみんな好きなんですかみたいな。なるほどなるほど、へー。そうで、海外に住んでるけど、うん、日本留学中にお祭り大好きになった子たちとかも入ってくれるからさ、はいはい、なんか祭りが好きっていうことで、うん、こんなに友達の輪が広がるんだみたいなのは、うん、一緒に作ってる子たちはなんか感じてくれてるかなと思うよね、うんうんうん、だから私でも地域差とかあるんですかね、地域によってもって。だからその、うん、私は神奈川の横須賀ですけど、まあ、そんなにこういわゆる大規模なねお祭りがあるわけではなくて、まあ、町内会の、まあ、近くにねお宮があって町内会で、まあ、1日2日やるっていうような感じなんで、皆さんもおそらく規模としてはなんかそういう感じなのかもしれないけど、それこそテレビニュースでさやるねお祭りとかあるじゃないですか、うん、ね、だからなんか例えばなんですか博多の山笠とか、うんうん、ああいうところっていうのはどうなんですかね。そう、あの岸和田のだんじりだとかってあるけど、それこそ高校生とかの男子高生とかが学校でお祭りの話してるんですかね。ああどうなんだろうね。いやいや、まあじゃあ次回、うん、そのまあ小さなね、うん、自治会でやってるお祭りと、うんうん、大規模に町ぐるみにやってると、うん、なんかそんなことを話してみましょうかね、うん、やってみましょう、はい、そうしましょう。では今回この辺で、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。